なんだ。ブーブー。花輪です。あ、花輪くん。こちらはアジトに落ち着きました。忘れてたよ、そっちのこと。京福町西にある女盛りというクラブの脇道を奥へ。女盛り。金網に囲まれたドアがあります。あ、忘れてた。あなたもそちらへおいでね。赤目のところは。俺もそっちに向かう。あっちのヒロインとも会ったことだし、こっちのヒロインにも会いに行くか。あ、こんなところ行けたんだ。邪魔するでいい。あ、花輪くん。こちらへ。こっちのヒロインもなかなか可愛いじゃん。大道寺は蒼天堀にもこんな味とか。結構メンバーいるね。全国主だった町には大抵ありますね。へえ。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。あ、今日特別なんだ。我々にとっても緊急事態なんですよ。そっかそっか。こちらです、花輪さん。主任と繋がっています。てか案外おしゃれな家具置いてたりするな。彼が上流だな。一生表に出ないという条件で我々と。じゃあちょっとこれ意義あるわ。約束は守ってもらわなければ意味がない。表出してたらそっちじゃん。そうじゃないか。ま、待て。俺はまだ言うてない情報がある。あんたにはめられてる首輪はそこまで思いっちゃう。いや、ここまで来るとちょっと首輪だよな、本当に。おお、わジョーリー、お前ら下がれ。おお、威嚇射撃。花輪くん、ごめんね。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。まあ、こういうことするよな。世界は海連合がうようよしてんだ。行け、鶴野。やっちまったな、ジョーリュー。何やってる、鶴野。早く行け、鶴野。行け。生き残れ、お前。この後はどうする気だったんです。何も考えてないんじゃない。考えてる。あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ。あいつらに手出しはさせねえ。そしてこうなるんだよ、キジュちゃん。あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。全部背負い込もうとしてる。残念ですよ、本当に。花輪くん、でも花輪くん、花輪くんとここで戦うの。いや、でもここで正直キリュウちゃんがワンちゃんダメになって、大道寺一派が沖縄の子供たちにどうこうしようってなっても、オウミはなんとかしてくれると思う。鶴野と渡瀬がなんとかしてくれるっていうのはもうわかるから、そこはもう安心してはいいと思う。いやー、ここでオウミの世話になりそうになるのか。でもいやー、もう大道寺潰すしかねえ。ちょっと極能舐めすぎ君ら。花輪くん、まさかここで君と戦うことになるなんて思ってなかったよ。花輪くん先に潰しとくか。吉村の戦い方うぜえ、マジで。はい、はい、ほい。やめろ、小賢しいことするの。花輪くん、 M1 の3回戦が終わりましたけど、はい、おい、私が毎年おもろいと思ってる牛ペペが毎回3回戦で落ちるのは何なんだ。おもろかったぞ今年も。本気を見せてもらう。花輪くんが残っちゃった。おい、花輪くんは喧嘩は専門じゃないでしょ。キリちゃんには勝てないよ。おい、ナイス。おい、はい、ナイス。オッケー。すぐにその電話を切ってください。ここ電波通ってんだ。あれ、朝顔にかけているんでしょう。あ、朝顔にかけてんのか。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。え、私にこんなことをさせるなんて。ちょっと花輪くん、恨みますよ。え、そんなすぐに。ちょっと朝顔。おい、それは違うだろ。今子供と同じ数の人員が控えています。ちょっと花輪。もしもし、どちら様でしょうか。はるか。あの、もしもし。もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。朝顔の前から引かせてくれ。あなたが服従の意思を見せてくれれば。こっから入れる保険があるんですか。わかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。え、こっからまた巻き返せるの。桐生一馬が上流に戻りました。
朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。いやでもこれ花輪くんの温情だよな。こんなことになって、なんてバカな真似をしたんです。あ、花輪くん、あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。それができないんだよ、キリュウちゃんは。あー、手錠はめられてる。何をやってんだ俺は。でも大道寺的にはあそこで襲撃させてもよかったけど、そうなった時のキリュウちゃんがマジで、この脅しでキリュウちゃんが言うことを聞いてくれるんだったらそれに越したことはなかっただろうなっていうやり取りなような気もするな。なんか第三章、知りすぎていた男。キリュウちゃん、もうなんでこんな絶望して生きていかなダメなの。キリュウちゃん、これから処刑を執行する。死ぬの、キリュウちゃん。切れたかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。最後に大暴れするか。でも遥かたちが大変だもんね。花尾のとこに連れて行け。子供たちは。お前がそれ知ってどうなる。心の慰めになるだろ。言いたいとこだが、武士の情けだ。何が武士じゃボッケ。何も手を出してない。当たり前じゃアホ。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って。いや、はるかは生きてるって絶対信じてる、ね、今日。いや、本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだ。はるかとの絆をなめるな。絶対はるかは思ってるね、生きてるって。くそー、私が代わりにこの場に入れたろ。キリュウちゃん、花輪くん、花輪くんがその役ばか。花輪くん、処刑の執行人はあんたか。最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。ごめんね花輪くん、担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。ごめんね花輪くん。なんで。ひざまずけ桐生、最後は潔くな。あ、背後からなんだ。今度はお前が忠誠心を示す。えぐいことさせやがって。キリュウは命の恩人だろうが組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。なんで花輪くんがこんなことしなきゃならん。何度も修羅場を生き抜いた あのキリュウカズマが今私なんかに命を握られている。手が震えてる花輪くん。やらなかったらお前やるってこと。これで罪悪感が減るだろう。ちょっとお前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。どうすんの。こっからどう。花輪くん、えさすがにこれはキリュウちゃんも無事では済まないよ。いいんだ花輪、俺はもう3年前に死んでいた。キリュウちゃん、あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして。やっぱ絆あったよね。そんなことでこの二人どうやって今日まで生き残れたんです。あ、花輪くん、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。やっぱ芽生えている友情が。あっ、いいんだな。よせ。ちょっと待って。何やってる。花輪くん、やだ。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。花輪くん、やだって。了解した。やめて、本当にやめて。え、絶対やだ。花輪くん、やだ。見上げたもんだよ。え、花は吉村合格だ。二人とも合格主任。え、試されてたってこと。わざわざご足労いただきまして。君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。え、そういうの重視してくれるんですか。それこそが大道寺って大道寺を支える者たちの到達点だ。そうなの。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろ。アットホームな
な職場だったんですか。逆にもしそうなっていなければ桐生さんの命運もここまでのはずだった。そこで花輪くんが撃ってたらそれはそれで不合格で終わってたのか。花輪くんの銃にはちゃんと弾を入れといたから。へー、ならそいつが本当か確かめる。ちょっと待って桐生ちゃん。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください。そういう冗談。まだ体が震えてます。花輪くんはそうだよね。これにはちょっとした。どういうこと吉村、お前めっちゃ演技うまいやん。まあ鶴の鶴の、え、何締めて500億の資産や。500億前もって親父から託されたもんです。親父、それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。鶴の、あんたを俺ら仲間に引き入れるため。あ、もう殺す殺さないとかじゃなくて、うん、お金で500億ぶら下げりゃなんとかしようとしてんのか。どんな堅物だってまたが言う。うわ、マジか。大土地のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪くんの決断に丸投げしたというわけだ。そういうことか。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。あ、なんかちゃんと成功法でいけるんだ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。そういう流れだったんだね。でかい仕事になるらしい。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。まあ、その代わり条件を緩めてくれるってことだよね。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。選択の余地がないことは分かってる。まあ、でも鶴野も動いてくれたな。俺からも一つ条件を出させた。完全に認めてくれたわけだよね。キリュウさん、言ってみろ。なんすか。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。それはちょっと気が休まらんよね。あいつらの命が電話一本で奪われる、そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。そんな風に言われると弱いな。大道寺も大道寺なりの組織のあり方あるな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。これは確かにちょっと信用できる。交渉成立ということでええやな。鶴野もありがとうね、本当、うん、そういうことだ。命が助かっただけで御の字なのにあなたから条件を出すなんてなんかガミガミ言ってくる年下の彼女みたいな。500億必要とされるとあなたがすごいのか渡瀬がバカなのか。いや、500億でもちょっと安いかもですよ。この伝説あとのやつ取り消せやあんたよく一言余計とか言われへんか。まあ、一言多いよね。別に言われませんがバカ言え、みんな気使って言われるだけ。花輪くんかわいい。まさかそんなわけ。あ、みんな、あ、花輪くん、みんな言わないよね。今すぐどうこう言う気はありません。あ、はいはいはい。まずはしっかり回復してもらうな。あ、そうね。電話させてもらいます。あ、わかりました。赤目にも知らせときますんで。大道寺もなんやかんやアットホームに見えてきた。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。おほほ、わかってんじゃん。ああ、そうだな。え、なんだ、なんだかんだで近江も大道寺もなんかよかったじゃんってなる雰囲気になってる。住職。あ、住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか。住職も来てくれたのね。ええ、無理を聞いてくださり感謝します。住職がなんか口添えしてくれたの。あんたから直々に命乞いされちゃうな。ええ、桐生さんのことも花輪くんのことも無下にはできない。住職マジでめっちゃすごいのでも、渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。お偉方と交渉の余地ができた。天に愛されているようですね。今のセリフ本物の坊さんみたいだ。天に愛されてる。長い言葉あげてると板につくもんだな。お、それはどうも恐れ多いことです。はっきりとは明かされないのか。めっちゃすごい人なんだろうなっていうのはずっと分かってたけど、いやでもマジですごい人なんだろうな。いやでも天に愛されてるは結構皮肉めいた言葉でもあるな。桐生ちゃん、上流、しばらくどないしてたん。よう分からんけど鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて、なんや傷だらけやないのちょっとボコボコにされてまして。少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったのか。その場合は払う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 、バカ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 、間に合うな間に合うな。いやでもまあキリちゃんがこう言うから赤目もそういう冗談言うんだろうな。私には言ってくれないよ赤目は、こんな冗談。ご飯にする、あ、お風呂にする、それともあたし
赤目。シャワーの後、飯食って。あとは構わない。なんでだよ。ノリ悪いやんか、上流。おい、赤目。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく、大げさやな。大げさじゃないだよね。実は本当なんだよね。大げさで悪かったな。おー、ダメか。まあ、キリュウちゃん、まあ、赤目にはそういう感情抱かなさそうだな。もしもし。あ、鶴野くん。恐れ入りますが、キリュウさん。これからキャッスルへおいで願います。キャッスル行けばいいの？キャッスル、わざわざあそこでないとできねえ話か。ほいほい。ええ、大道寺の目を気にせんで。ああ、そういうこと。大阪城を正面に見て、左手のプールでお待ちしてますんで。わかった。新しい、ほら、あれも開いたって言ってたし、ブティック着替えるか。じゃあ赤目、キャッスル行くわ。来た来た。ほい、到着や。おまっとさん、ありがとうね。ジョーリーもキャッスルが気に入ったみたいや。まあでも来いって言われたんだよね。ほな、鶴野さんによろしくな。ういっす。うちはヘリポートで待ってるさかい。ありがとう、赤目。鶴野が先に待っているはずだ。プールサイドで落ち合う約束だったな。